前回のあらすじ、新エリアの花吹雪の楽園を探索することにしたタマピとオッチン、桜が舞った幼稚園のお庭が舞台で興奮が止まらない。新たな原生生物に出会ったり、お宝を集めながらエリアを探索していく。その後もう一度日だまりの庭に戻り、青ピクミンを仲間にした。そして謎の葉っぱ人が入った洞窟に向かうと、段取り養成所でお宝集めのミニゲームをすることになった。無事クリアして葉っぱ人を一人救出できた。次の葉っぱ人の元へ向かうと、今度はお宝集めを競い合う段取りバトルをすることに。こちらも勝って葉っぱ人を救出できたけど、未だ葉っぱ人の正体がわからない。どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。さあ今回もピクミン4実況やっていきましょう。パート6でございます。いやー、前回の内容マジでてんこ盛りすぎましたね。葉っぱ人を蓋に救出したけどエラーが起こったじゃないですか。でそこで救助隊のドクターを探せば何かわかるかもしれないということで、今回はねドクターを見つけられたらいいのかなって思っております。ではでは、今から3秒以内にチャンネル登録と高評価を押すと、今回は黄色ピクミンが遊びに来てくれるみたいです。いきますよ。3、2、1。お、来た。こんにちは、来てくれてありがとうということで今日も元気よくやっていきましょう。レッツゴー。探索8日目。もうこのラッパーもほんと何回聞いてもいいね。ここ一応スキップできるんですよ。スキップできるけどね、やっぱり1プレイに1回はちゃんと見たい、ここのシーン。癒されるもん。あっ！さて、この遭難者だが、様子はどうだ？結構息荒くない？それが、起きる気配はありません。それと、どういうわけか、ヘルメットなしでも平気なようです。そうか、やはりドクターに見てもらわなければな。え、この人がさ、ドクターって思うことはないのかな？なんとなくドクターじゃないでわかんのかな？タマピ、オッチン、隊員の捜索とお宝の回収を頼んだぞ。では、朝の作戦会議を終了する。全員配置につけ。アイコピー！いや、これいいな。どんどん隊員が増えてってのもいいよね。お！探索の前にレスキュー訓練はどうだ？けどやる気、やる気2やんのか。じゃ、ちょっと見てみる？日々できることを少しずつでも増やすことだ。それが結局、君たちを大いに助けることになる。いい言葉だな。じゃ、訓練させてください。わかった。それでは始めよう。どうしよっかな。噛みつきレベル3とかにしようかな。はじめの頃に比べると、倍ほど強力な噛みつきだ。ペレット層など一噛みで噛み取れるぞ。あ、これいいね。相手への攻撃力とかも強くなりそうだしね。オッケーオッケーオッケー。噛みつきをマスターしたな。よくやった、オッチン。今の君たちなら、より強力なスキル、鬼噛みつきも習得できるはずだ。おー、強そう。これもまたじゃあ、やる気が溜まったら、習得させるとして、努力を足らぬように、アイコピー！開発ラボ。なんか新しいのありそうだね。科学技術は不可能を可能にする。さあ、開発を始めようではないか。よし。いつもありがとな、本当にラッセル。100も必要なんだってこれ。フレアガード。赤ピクミンが燃えない原理を応用すれば、オッチンを火に強くすることなど、造作もない。え、そんなことできんの？これちょっとね、欲しいわ。てか、普通のフレアガードもあるやん。この繊維はどんな高温でも燃えることはない。燃え盛る炎の中でもクールに動き回れるだろう。これは隊員用のやつなんだね。こっちがオッチン用なのか。なるほどね。50か。どうしよっかな。ちょっとね、買っちゃう。かっこいいな。望みのものがあるならまた来るがいい。ありがとう、ラッセル。いや、この絵おもろすぎだろ。すやすや寝てんな。もう写真撮っちゃおう。そしたらじゃあ探索行きますか。こっちは準備 OK です。ビグル号はいつでも出発できますよ。いつもありがとう、コリーナ。今探索できる場所はここです。で、ここでどこに行くかですよ。いやー、ちょっとね、日だまりの庭もまだね、お宝が何個か残ってるんだよな。けど、花吹雪の楽園、また行こうかな。行きましょう。レッツゴー。花吹雪の楽園のどこか洞窟入りたいよね。さあ、みんな、今日も私たち行ってまいるからな。待っててよ。勇敢な BGM も大好き。楽しい。もうワクワクが止まらないよ。ただ、タマ。
たら多分本当に油断大敵だからね、本当に。ピクミンの命第一、これは忘れてはいけない。はい。さあ、ということで、いや、本当にここも綺麗なんだよな。まだまだ前回じゃ行き足りてないからな。行ってない場所もいっぱいあるはず。よし。じゃあ、いや、音がいい。で、かわいい！やっぱ幼稚園だよね。うん。とりあえずじゃあ、ピクミン出しますか。どうしよう。3種類までしか連れていけないから、とりあえず氷ピクミン。いやー、でもどうしよっかな。あ、おすすめのピクミンって書いてあるんだ。キーピクミンと青ピクミンと氷ピクミンだって。じゃあ、氷32色これでいいんじゃない？よし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 。オッケーオッケー。さあ、マップ探索していきますか。あ、待てよ。すぐこっちに。お宝あんじゃん。どれだ？あ、あれか！これね。これ何匹必要なんだろうか。ちょっと待てよ。これ入ってもいいんだもんね。12匹。なるほど、なるほど。そしたら、ちょっと青ピクミンを出して、とりあえず、このお宝運びますか。はい。どんな感じに見えるんだろう。普通に歩くのかな？お、歩いてる、歩いてる。青ピクミンの活躍初めてだね、今回。あとは、お宝があるのは、だから地下とかも結構あるね。うん。何このマーク？何このマークは？資材関係かな？うわ、こことかは3連だよ、だから。お宝3連もある。はい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 。なるほどね。この上とかも行ってみるか。どれどれ。あ！これは、資材だね。資材もかなりね、これから必要になってきそうだから、資材も集めておこう。このピクミンが入る感じ気持ちいいな、見てみて。見ててめちゃめちゃ気持ちいい。よし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 。はい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 。この上は、あ！そうだ！オリマーとかいたんだ！え？おい、また連れてく気か、それ！おーい。あの葉っぱ人は、気をつけてください。リンゴさんを襲った葉っぱ人かもしれません。いや、多分そうなんだろうね。間違いねえ、奴だ。ってことは、倒れてるのはパイロットか？どうなんだろう。普通のさ、一般の遭難者もやられてる可能性あんのかな？まずい。葉っぱ人にされちまうぞ。追いかけるんだ。これ入った方がいいのかな？これも多分チャレンジ系の洞窟だよね。はい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 。まあ、一旦ちょっと、青ピクミン合流して、まだまだ探索できてない場所が多いんだよな。これはジャンプできんのか？これはギリ届かないな。うん。いや、かわいい！やっぱこれ幼稚園だな。うん、なんかいる。なんだ？ストップ。これで確認しよう。新種だ、これは完全に新種だ。なんだ？鳥みたいな。どんな動きをするんだろうか。ちょっとずつ慎重に戦おう。いけるかな？待って。でも氷ピクミンで凍らせる？凍らせられる？あ、凍らせられた。やばい、待って。特徴がわかんなかったな、これ結構。凍らせられたはいいけど。相手、ウインナー出てきた！タコさんウインナー出てきた！かわいい！じゃ、これも運ばせようか。よし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 。そして、ここにいっぱい敵いんな。まあ、これはもう氷ピクミンに凍らしてもらってから戦っていきましょう。絶対食べられないよ。よし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 。もうね、ここは本当に、もう凍らせられるものは凍らせよう。いや、氷ピクミン最強じゃないか？待てよ。やばい。気をつけて。絶対食べられるな。大丈夫？オッケー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 。よーし。ナイス。ただね、その死体が残らないからさ、ピクミンに運ばせて増やすっていうことができないんだよな。まあ、それはしょうがない。そこよりも、ピクミンの安全性を優先する。これもちょっと、資材が入ってると思うから、運ばせようか。オッケー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 。暇な子たちはおいでね。さあ、どんどん見ていこう、どんどん見ていこう。なんだあのスプリンクラーみたいなやつは。何あれ。あ、メロンある美味しそう。いや、カエルギコギコしてんな、2匹も。ちょっと危険だな。1匹ならまだどうにかなるけどね。2匹もいるとちょっとめんどくさいんだよな。とりあえずこっちの方行って、あ！これはもしや！待って、キーピクミン掘るの得意だから。あ、違う、お宝か。あれかと思った。ピクミンのさ、出せる数を増やせる、ガーリップか。ガーリップかと思ったけど違ったね。まあまあいい。結構なんかいい感じに、なにこれ？これ氷じゃない？なんか冷たそう。これ氷ピクミンでやるんじゃない？そうっぽいな。こんなのもあるんだ。てかそうだ。氷ピクミンのさ、オニオンとかあんのかな？これ、これなんかそれっぽくない？うわ！ついに手に入んのか、氷ピクミンのオニオン。よし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 。いい感じいい感じ。さあ、ここにも壺あるね。壊しとこう。資材かな？うわぁ！出た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 ！
かなんか潰すとなんか出てくるんだよな。違ったっけ。ストップ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 。あ、別に出てくるわけじゃないのか。なんか前なんか潰したら蜜とか出てきた気がしたしなくもないんだけど、とりあえずみんなに運ばせよう。よーし。いやマジあれ気持ち悪いよな、ほんとに。オッケーオッケー。そしたら、あの、氷の壁のところ行くか。よーし、お疲れお疲れ、ありがとうありがとう。あ、ピクミンサライがいるね。やつ厄介なんだよな。とりあえずこの、資材を氷ピクミンに運ばせておいて、あ、そっち行く？待て。この敵がね、ピクミンをさらうわけよ。だからこれは先に倒しておいた方がいい。よし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 。オッケー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 。これ厄介なんだよね、残しておくと。だからこう倒しておいて、青ピクミン増やしたいから、青ピクミンに運ばしておこうかな。で、よし。資材運ばせよう。ま、大丈夫かな、そのルート。無事？安全ルートそれ。と思ってきた。あ、そっちから行けるんだ。なるほど。あと大丈夫かな。あ、オッケー、安全そうだね。よかったよかった。これはここから降りられるけど、逆走もできないのか。なるほど。あの橋も作っといた方がいいな。じゃ、この橋作ろっか。よし。よいしょ。じゃ、ちょっとここのピクミンにやってもらって、その間に他の、待てよ。これね、みんな見て。目あるじゃん。これ敵なんだよね。どうしよう。氷ピクミン20匹でいけるかな。出てくるよ。はい、来た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 。気持ち悪い。戦ってみる？凍らせられるかな？待って、正面は危ない。あっぷな！あっぷな！待って、待って。壊れたの？ね、無理ー！やめてよー！突進攻撃だー！こうなったら突進だー！待って、ストップ。うわねえ、もう、うわー、マジかー、マジかよー。あれ、いや、どうしたこれ、足りなかったの資材、これもしかしてそういうこと。ちょっと資材集めよっか。悔しい。これは何、これも資材が必要なの？足りる、これ。大丈夫？あ、資材足りないわけではないのか。大丈夫ね。オッケー。やばい、時間ないな。結構時間がないぞ。ピクミンたち大丈夫かな？はぐれてるピクミンとかはいないか？大丈夫そう？よし、とりあえず粘土橋完成。オッケー、お疲れみんな。オッケー。ナイス、なんだこれは。あ、ん？なにこれ？これ運ぶ？美味しそうだな。色的にめちゃめちゃ美味しそうだけど。はい。じゃ、運んでもらって、スプリンクラー止ま、あ、ヘロヘロ、やったー、水が止まりましたよ。おいおい、ちょ、待って。あ、そういうこと？あのスプリンクラー、水が出てる状態だといけないってことだったんだ。ごめん、なんかさ、そっちまず確認してなかったんよ。水が出てるといけないよっていうストーリーを体験してなかったんよ。そういうことだったのね。だからちょっと順番間違えた感あるけど。うん。よいしょ、まあ残り時間は、あ、カエルは倒しておこう、カエルは。よし。いけ！大丈夫か？そっちじゃないんだけどなー、そっちじゃないんだけどなー。まあ大丈夫。もうこっちも倒せるかなー。レジゴ！よし、いけ！よし。決まると、突進決まるとかなりね、いいよなー、ほんとに。さあみんな運べ！残りで運ぶんだ！落ちも！はい！間に合うかな、これ、お宝。ひいき、頑張れ。あ、ちょっと。うんしょ。よーし、偉いぞー。いや、これはかなり高いんじゃない？お宝、キラキラエネルギーポイント。メロンだよ、メロン。しかも、丸々1個。黄
切れ端とかじゃなくてね。いやーこれはいいね。よーし、ということで、あれ今日でもどうだ、お宝あんまり集まってない気がするな。うん、結構のびのびとした一日になった気がする。かわいい。やったらピクミンの犠牲が出ちゃったな、本当に反省ですね。うん、やっぱり敵が増えると進めば進むほど難しくなっていきますな。あれはどうやって戦えばいいんだろう。一回かピクミンをちゃんと呼んだ方がいいのかな。悔しい。もうピクミンが死んじゃうと本当に悔しい。さあみんな頑張ってきたよ今日も。お出迎えいつもありがとうね、本当に。8日目探索結果、救助した人はいないけど、あー結構でも4つか、いいね。浮かない片舟タコもどき、かわいいなタコもどき、本当に。縁側の実、お見舞いの実、お見舞いの実、確かにね、病院でねお見舞いにメロン持ってくとめっちゃ喜ぶみたいなあるけど、あいいんじゃない、いいんじゃない、お宝的にはね。ピクミン死亡には辛い、辛いです。はい、ということで、おしかし何度見てもお宝というのは不思議なものだな。本当ですね。誰が何のために作ったんでしょうか。例えば初日に見つけたお宝、進歩の原石には開閉式の機構があるのだが、進歩の原石って確か SP だよね。雨が降るとこれが開き、雨風から身を守るのかもしれないな。ちょっと違うね、あれゲーム機だから。その考察多分間違ってると思いますコリアはちゃんと分かってるんだ。いやおもろいな。はい、ということで、さあ探索9日目もやっちゃいましょう。お、ラッセルまたもう開発品新しいのひらめいてますね。すごいな、めちゃめちゃ開発するやん、有能すぎん。うわすごい、いっぱいある。暇人笛、仕事を終えたピクミンを集めるのは面倒だろ、手元に呼び寄せてどんどん働かせるがいい。いやそれめちゃめちゃいいやん、わざと拠点に取りに戻らなくてもピクミンを呼び集めることができるんだ。で、ライフパック。トレーニングなしにライフアップしてやろう。科学で鍛えても何ら問題ない。え？どういうこと？あ、ダメージを食らいにくくなるんだね。で、ライフパックはこれ。はい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 。落ちん用もあるというわけか。なるほど。ただ資材がだいぶ足りなくなってきたな。だから、今回はちゃんと資材もね、集めていきたいと思いますね。ということで、じゃあ早速もうね、探索行っていきましょう。今回またちょっと花吹雪の楽園行っちゃおうかな。出発！で、まず9日目でやりたいことは、ま、地上のお宝を集めるのもそうだし、まだまだね、マップの探索が終わってないから、マップの探索もしたいよね。あと、資材集め。そして地下を行く。オッケー。これ今回頑張ろう。ちゃんとね、目的をね、考えて行動した方がね、効率が上がりますから。ということで、ここでお花見したら楽しいだろうな。間違いないね。よし、とりあえず、青ピクミン多めに出した方がいいのかな。青ピクミン20匹。で、氷10でいいかな。一旦これで行ってみよう。よーし。いや、いいですね、お花見。私もお花見したいわ。もう桜大好きだからね、私。うん。で、前回ここにね、カエルがいたの倒したんだけど、ここに他に何かいるわけでもないのか。ちょっとお宝ね。どこにあるかとか見ていきたいけど。よし。とりあえず資材集めよう、資材。じゃ、ここは氷ピクミンで。氷ピクミン10匹でね、やってもらおうかな。よーし。そして、これは下に行く感じか。はい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 。こっちの方行ってないんだっけ、あんまり。え？なんか爆弾を手に入れたんだけど。たまにそういうのも集まるってこと？あ、この中から爆弾は1個出てきたってことか。別に資材とは限らないんだね。そしたらね、昨日作ったこの橋の向こう行ってこうか。なんか吸い込んでる。なんか吸い込んでんな。おっと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 。ちょっとそれはイカのお寿司ですな。待って、これはもうタックルで一気に行っちゃおう。いけ！頑張れ！いけ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 ！いけか、おナイス！この実はお宝かな？お宝っぽいな。はい。よし、運んで運んで。で、青ピクミンを増やそう。オッケーオッケーオッケー。よーし。資材も増やしつつ。あー、いる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 。この子たち可愛いよな。油断しないようにね、倒さないとね。やばい！急げ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 ！絶対やられるな絶対やられるな。あ、
危ねえ。ヒヤヒヤだぜ。怖い怖い。よし、キーピクミ運んで運んで。よし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 。さ、この、なんか怪しいな、この空間。なんかこの、謎の、うわ、だと思ったー！来たー！やばいやばいやばい！ちょ、待って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 。でもね、やつはね、今までにもいたから倒し方はわかる。ちょっとマジで犠牲なしでやりたいな。やつはね、結構ボス的存在だから、お宝持ってると思うんだよね。よし。やるか！ちょっとみんなにかっこいいところ見せたいと思います。頑張ります。で、あれはね、キーピクミンが倒しやすいと思うんだよな。いや、どうしよう。赤にしよっかな。ただ、いや、キーピクミン高く飛ぶから、キーピクミンが倒しやすい気がする。あ、氷ピクミンでも凍らせつつっていう感じでいいかな。よし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 。やったろうじゃないか。ピクミン歴もう10年以上ですからね、私。行くぞ。ちょっと様子、今ね、ここ狙い目、ここ狙い目。今ね、出てきた瞬間狙い目。やばい、待って。いやー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 違う。ピクミン歴もう10年以上ですからね、私。出てきた瞬間が狙い目なんだけど。ね、もうマジでしんどいって。どっか出てくる？今もうここが狙い目なの、今出てきた瞬間が一番頭狙い目なんだけど、え、今今今悔しいなー。あれ、ピクミの目って抜いてましたっけ？あー、放置してるんだっけ、なんか。あ、ちょ、ここを壊せるんだ。短縮ルートかな？よいしょ。いや、でも悔しかった。もうちょっと本当に、もう一匹も犠牲出さずに倒してね、みんなにかっこいいところ見せたかったなー。悔しいなー。ストップ！これちょっと青ピクミで運びたいわ。ナイスナイス。よーし。そして、あ、この壁ってさ、確かなんか爆弾岩でできるみたいなあったよね。ふむ、硬そうな材質の壁だな。だが、爆弾を使えば、造作もないだろう。ということで、待てよ。アイテム一覧。どうやって開くんだっけ？ストップ、ちょっと待ってて。カバン開いて、こうやってやればいいのか。はい。これ何個で壊れるんだろう。一個かな。おー、何個？三つぐらい必要っぽいな。よかった、買っといて。でも、マップの中でも手に入ることもあるんだもんね。はい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 。はまたいるな、隊員が。よし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 。危ない危ない危ない。よし、そしたら、ちょっと残り、ここら辺のやつ運んでもらって、ちょっと話しかけますか。いっぱいいるな、犠牲者。いろんな顔した犠牲者がいるけど。本当にどこにでもいますね、葉っぱ人って。確かに。いつでも段取り、どこでも段取り、何度でも段取り、もう段取りに脳を支配されてるな。もうみんな段取り脳になっちゃうんだね。これもじゃあミニゲームの地下なのかな。腕の見せ所だぞ、新エリー。段取りを見せつけて保護してきな。なるほど、そういう地下がいっぱいあるんだね。はい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 。それもやりたいよな。もちろんもちろん。
なんだけど、普通のね、冒険系の地下もね、見ていきたいな。うわー、やばいやばい、ちょ、待って待って待って、ストップ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 、うわー、びっくりした皆さん、こういうことがあるんですよ、ピグミンって。たまにこういうこともあるんですよね。それが怖いったらありゃしないわ、ほんと。いや、まさか卵から出てくるとは思わなかったな。じゃあ、残りのピグミンたちで、お資材運んでもらおう。よし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 。オッケー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 。これ気になるけどね。これ掘るやつかな？やっぱなんか埋まってんのか。じゃあちょっとオッチンも。はい。頑張って頑張って。掘り方かわよ。あ、なんか出てきた。テニスボール？いいね。よしよしよし、ナイス。じゃあ、そろそろ地下とか行くか？ねえ。よーし、お疲れい。じゃあ一旦こっちに拠点移して、なんか上にあるな、宝っぽいマトリョシカの頭が。あそこ行くにはここを壊さなきゃいけないんだね。よいしょ。なんかいる。なんだあのモンスターは。おお、何してるんだ何してるんだ。オッケー、これもちょっと一旦様子見よう。この花びらもお宝だったらいいのに。確かにね。てかビリビリしてんな。いやーいやー、ちょっと待って、いや、ちょっと待って、おもろすぎだろ。でもキーピグミンだったら簡単に倒せるかな。キーピグミンだったら犠牲がない、もしかしてやられないのか。ビリビリしても大丈夫だもんね。おー、ナイスー。いや、もう今軽くホラーだったからね、言っとくけどねえ。普通に叫んじゃったよ。で、あ、なんかある。なにこれ。あ、これもお宝か。ピンだってかわいい。で、この上はなんかいけそうにないな。ジャンプ力が足りないのか、もしかして。あ、こっちからいけんのか。なるほどね。あ、え、キーピグミのオニオン、なんで。この色のオニオンは見たことありますが。え、そうだよね。念のため持ち帰ってみましょう。え、なんで、なんでキーピグミのオニオンな。なあ、よくわかんないけど。そしたらちょっとここもキーピグミに壊してもらっといて。やばい、意外と時間がないな。待てよ。あ、そうだ、これキーピグミ同じやつ。なんだこれ。お、めちゃプスプスしてんな。モセ、おや、オニオンを吸い込んだはずなんだが何も起こらないな。トンプレイ、ピグミの生態反応を調べるとオニオンの中で20匹も増えているようです。あ、そういうことがあるんだ。なるほどね。同じ色のやつを入れた場合はピクミンが増えるんだね。仲間のオニオンでさえ同じ色だったら栄養にしちゃうんですね。確かに。なるほど。てか待てよ。やばいやばい、時間ない。地下行きたいのに時間がない。待って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 。急げ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 。ちょっと待ってちょっと待って。一旦このお宝はいいとして、すぐストップ、もう滑り込み、滑り込み地下行きましょう。滑り込み地下、地下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 。滑り込み地下ね。ガンダ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 、急げ、地下行こうぜ地下。そこだよ、そこ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 。よしよしよし、あ、間に合いそう。マジでギリギリ。行くぞ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 。やばい、結局なんか段取りバトルはできてないけど、こっちはいけそう。よし。え、真っ暗トンネル、ほとんどが光が差し込まない暗闇の洞窟だ。光るキノコを頼りに少し探索してみたものの、このまま奥へ進むのは危険だろう。もっと明るいヘッドランプがあればよかったが、へそくりのために安物を買ったのは失敗だった。ちょっと待って、これ光ピクミン、なんか生息ピクミンハテナ2つあるんだけど、え、行っちゃっていいかな。おすすめピクミンは赤と黄色ね。行きますか。なんか不気味だけど、え、めっちゃ強い敵いそうじゃない。大丈夫かな。いや、でも久しぶりの地下、久しぶりの冒険でいう地下、ドキドキ、楽しみでもあるけど。え、新種のピクミン2種類いるのかな、もしかして。え、欲張りすぎないこの地下、やばくない。きたー、ほんとだ、暗いですな。おー、で、これはクク、ヘッドランプを持ってるとは賢明だ。確かにヘッドランプ開発してたかもな。おや、近くに遭難者がいるようですね。ちょ、マップ見てみるか。かなり広そう。なるほど。とりあえず、うわ、なんか怪しいいるな、これ。あ、これね。はい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 。ま、倒せるでしょう。いけるよ、いけるでー
あれか、赤ピクミンでこの炎のやつを破壊しなきゃいけないよね。はい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 、そんなのもあったな、確かにな。じゃちょっとキーピクミンにお宝を運ばんでもらっといて。あー、もうなんなの、やめて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 、ストップストップ、やめて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 。突進でいくか、もう突進で一気にやった方がいいのか。いや通り過ぎるんだ。あ、突進で、やばい、オープドン、突進倒そう、いけ、あ、いや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 、動き回りながらの突進のため攻撃ができるのか。なるほど。いや、もう悔しすぎた原爆なんですけど、本当に。なんなん、やだよ。はい、壊して壊して、いやー、みんな気をつけてごめんね、本当に。さあ、怪しい光がありますけど、卵、お、なんか、なんか出てきた。こっちもごめんな、回復してな。パパピクミンの子は蜜飲んで、はい、つぼみの子も、よしよし。このキノコの近く通ると光るキノコが成長するのかな。うん、うわー、懐かしい、あの生物。よし、じゃあこれね、これビリビリするからキーピクミンじゃないと倒せないんだよね。よし、ナイスナイス、オッケーオッケー、いいよ。間違ってね、違うピクミン投げないように気をつけないと、本当に。そこが怖いからね。よし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 。オッケー。ラスト。これはもう倒しておいた方がね、間違いなくいいからね。なんとか拠点にできないですかね。確かに。あ、そうか、地下でも拠点移動できるのか。じゃ、拠点移動して、すごいな。なんか、端っこに追いやられる生物の死体。面白いな。よし、じゃあちょっと一応運んどくか、これもね。で、こっちは、あ、突進で。お？何？あ、キラキラエネルギー 4000 達成、虫で？最後虫でなんか嫌だな。やったー、目標達成ですね。これだけエネルギーがあれば、レーダーの捜索範囲を広げられますよ。え？また新しくエリア？花園来たばっかりなのに。新しいエリアが追加されるんですか、早速。すごいな。どんどんですね。お、資材を運んでください。よし、オッケーオッケー。で、こっちはいけないから、いけないこともないんだけど、じゃあこっちから行くのか。はい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 、今度は炎ですね。赤ピクミンの出番。なんだこの敵は。な、え、な、なにこれ。でも赤ピクミンだったら余裕で倒せるってこと。投げてみるけど大丈夫。いやなんなんだよ、何なんだよ、何がしたいんだ、何を、ピクミンが何したって言うんだよ、おバカ。パックンするモンスター多くない？で、もう本当にさ、勘弁してくれよ。一応じゃあ運んどくか。もうせめて、もう、悔しいからキラキラエネルギーになりやがれ、この野郎。あ、で、これも、赤ピクミンでこの炎を吐くやつも壊して。よしよしよし。オッケー。あ、資材だ。資材大事ね。オッケーオッケー。よーし。よし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 。もうやだん、悔しい。ピクミン死んじゃうの、ほんとにやだ。さあ。あ、遭難者だ。普通の遭難者久しぶり見たな。待って、ドクターか、もしかして。ワンチャンドクターの可能性あるぞ。あ、ストップ。そしたらキーピクミンに運ばした方がいいよな。あ、よし。あれ、届かないな。なんだ、突進か。そうだ、前も忘れてた、突進ができることを。突進で落とすんだな、多分これ。おいしょー。痛くないの、オッチンは。頭で思いっきり突進してるけどね。えで、じゃあ残りの子たちには、はい、これやってもらおうか。はい、赤ピクミンにも、はい、お願いします。で、オッチンたちはここら辺ちょっとね、やろうね、壊そうね。ほい、よーし。さあ、オッチンもう一丁頑張れる？ごめんね、痛いな。よし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 、もう一発頑張ってね、オッチン。いけ、レチゴ、ナイス。うわ、またいるやん。パート2だっけくらいでさ、ピクミン思いっきり潰してきたやつ。ただビリビリしてんな。
今回これ電気か。あ、飛び寄った。ID 情報を調べてみます。隊員のドクターかパイロットだといいのですが、ドクターが来い。あっ、あっとか言っちゃった。ダルメッシュ、結構奇抜な髪型してるね。うん。動物愛好家、出身性、創造性。これはレスキュー隊じゃないな。動物を愛し、動物に愛された動物愛好家。笑顔に宿る情熱と思いは本物で、研究者レベルの豊富な知識を持っていると。ほう。あ、今度は動物愛好家です。オリマーさんの公開日誌を見て、新種の動物でも探しに来たんでしょうか。一体どれだけの一般人がこの星へ向かったのだろう。これは本当に大変なことになったな。確かに一般人のね、遭難者ももしかしたらさ、葉っぱ人間?葉っぱ人にされてる可能性はあるからね。お、いいね、短縮。そっか、君たちはそこを通れるんだね。大丈夫?その道安全?うん。あって、こっから地上に出れんのか。あの、ハンバーグみたいなやつなんだけどさ、あれはピクミンのことを潰してくるんだよな。だから気をつけなくてはいけない。かわいい、歌。めっちゃかわいい。ちょっと待ってね。一旦解散して、はい、OK。これで、慎重に行かなくてはいけない。どうする？一回呼ぶ、一回。もう怖いんご。それやめて、本当に。その倒れんの、マジ。いや、いや。オチンが感電しているぞ。待って、すぐに笛で呼び起こしてやるんだ。ちょっと待って、ねえ、もうやだ。あって拠点こっちに移そう。オッチンもごめんね。本当にごめん。マジピクミン精神えぐられるわ。マジで本当に。何これ、なんかの入り口か、繋がってんのどっかに。ここはオッチンの出番だな。オッチン何する？入る。オッチンなんか入ってったな。なんだ、別行動パターンか、もしかして。あ、これか。そうだ、切り替えができるんだ。はい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 。忘れてた。あ、でなんかあんねん。これ、うわ、懐かしい!このさ、光るリング。うわ、夏!でも切り替えできること忘れてたわ、完全に。はいはいはい。じゃあ、切り替えもうまく使って、でここは金ピクミンにやってもらおう。2、1、ほいと。そしたら、オッチ、蜜があるから蜜飲んで。これ。よしよいしょ。ごめんな、本当に。よし、じゃあちょっと運んでもらって。よし、私たちは次進もう。え?キノコいっぱい。なんか怪しくない?なに?また!倒せるものは倒してけ!あ、やっぱちょいちょい蜜出すやついるな。よし。やつも急に出てくるからびっくりするんだよな。こっちもうちょっと飲みな。よし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 。よかったよかった。あ、お宝これ。あ、これ登るやつだ。これも懐かしい。これなんか枝をね、ふにゃふにゃして登ってくんだよね、ピクミンが。よし、資材もちゃんと集めてこう。よし。で、いや、広いな、このマップめっちゃ。一旦ピクミン集合させようか。あれ待って、こっち行ってないのか。こっち行ってない。やつな、厄介なんだよな。ベロンしてくるからな。でも一気にやれば怖くない。一気にやれば怖くない。よし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 。そうこれも壊しとこう。なんかあれゲーム機かな。え、なんだこれ。え、ゲームボーイ。嘘でしょ。エモいんだが。で、またここにいるから。よし、倒せ。よし、あー違った、敵じゃなかった。てか赤ピクミン埋まってんじゃん。よし、ラッキーラッキー。さっきピクミン死んじゃったから。うん、ごめんね、本当に。
これ運ぼう。よし、これも運んどくか。よいしょよいしょよいしょ。あ、待てよ、これ拠点こっちに移動したらいいんじゃない？ちょっと待って、ごめん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 、こっちに移動しよう。はい、こっちの方が近いからね。で、まだ行ってないのはどっちだ。こっちは、あ、もうここ行ったな。このマップも全部行ったか。あれ、お宝これもうないのか。いや、お宝センサーちょっと動いてんだよな。うわ、なんか掘り出した。なんかさ、うわ、なんか出てきた、なんか出てきた。うわー、いや、これ、わかりづら。なんかね、ここでめちゃめちゃお宝センサーの反応すると思って、で、キーピクミンってなんかさ、物を掘るのが得意だからピクミン投げてみたんだけど、いや、これはわからんて。なんやこれ、マジでさ、めっちゃカットしてると思うんだけど、超うろちょろ、うろちょろしてたからね。うわー、帰ろうかと思ったもん。バグなんかと思った。びっくりしたー。なんやー、よかったー。え、ちゃんと、ほらね、やっぱお宝がないとお宝センサーなくなるもんね。そうだよね。うわー、びっくりした、よかったー。てか、光ピクミンいないんかい。光ピクミン、まあ、そうそう、そうだよな。完全新種のピクミンだからそう簡単に出てこないよな。うん。よっしゃ、これで。じゃ、この地下は1階だったんだね。ボスとかいなくて。なるほど。じゃあ終わり。いやー、頑張ったー。うん。最後の体温計探すのにめちゃめちゃ時間かかった。ああいうお宝もちゃんとあるんだね。はい。救助した人ダルメッシュ。よし。まあね、遭難者がね、救助隊じゃなくてもね、助けられたのは良かったからな。お、マスターピース。で、ヒーリング。これいいね。お祭りとか思い出すわ。行きたくなるの、お祭り。紳士の戯れ。ゲームボーイとか懐かしすぎでしょ。これはさすがにやってないな、私。ぬくもり測定器。まあ、確かに。体温計ぬくもり測定器いいな、なんか。私も今度からそうやって呼ぼうかな。よし、調査率コンプリート、オッケー。よしよし、いやー、死んだ。もうピクミンちょいちょい最近死んじゃってる。悔しい。やっぱ初見、いやー、ハンバーグ野郎腹立つな、ほんとに。まあでも分かっててもそれでもやられちゃう私も良くないね。さあ、帰ってきた。頑張ったよ。頑張った、ほんとに私たちは。さあ、もうすぐ、あ、やつ知ってるぞ。ちょっと待って待って。ごめんね。え、これ知ってる知ってる。え、こんなふわふわしてたの？これなんか暴れてピクミンを埋めまくるやつなんだよ。ただ、ピクミンは殺さないんだよね。なんかただひたすらピクミンをね、地面に埋めたりはするんだけど、ピクミンのことは殺してこないんだよ、確か。うわ、なんか私石のイメージあったけど、あんな毛生えてたっけ？それとも、また別の生物なのかな？いや、次回楽しみだわ。よし。お疲れ様。さあ、ということで、いや、今日もかなり盛りだくさんだったよね。お、そっか、4000キラキラエネルギー集まったんだ。新しいとこできるぞ、これ。おー、なんか見た目はそんな変わってないけどね。まあ、エンジンが足りなかったんだもんな。レーダーの操作範囲がさらに広がった。よーし、キラキラエネルギーをもっと集めてくれ。シェパード号のレーダーを普及して操作範囲をさらに広げるのだ。エネルギー注入完了。早速レーダーを起動します。いや、コリー本当に偉いよな、しっかりしてて。お、あ、またもや未探索のエリアに救難信号が。捜索範囲が広がってきたな。一刻も早くはぐれた隊員とキャプテンオリマーを助けなければ。おー、9日目、探索結果、救助した人1人で、お宝がかなり集まったね。あ、そっか、地上でも集めたか。うわ、すごいぞ今回。おー、いいねー。ピクミン9匹やられてる。悔しいです。
お、人はなぜ戦うのだろうか、なぜ競い合うのだろうか。お、なんか急に深いこと言い出したな。でもそれはそうだよな、平和が一番だよ。急にどうしたんですか。確かに段取りバトルを見ていてふと思ったんだ。あまりにも悲しいじゃないか、同じ宇宙に暮らす仲間だというのに。うわー、シェパード、もうそれ全世界の人に言ってほしい。本当にそうだよ。それを言うなら体調の苦手な動物だって宇宙に暮らす仲間ですよ。あ、動物苦手なんだ。それとこれとは話が別だ。オッチーも動物だけど、オッチーは大丈夫なんだね。シェパード隊長はなんか過去に救助犬に助けられたって言ってたからね。さあ、次回、新しいマップ、行くかもしれませんね。ということで、今回はこの辺にしておきたいと思います。いや、めっちゃ楽しかった。ちょっと本当にもう永遠にできちゃうなーって感じなんですけど、まあ楽しみは取っておくのもね、醍醐味だなと思うので、また次回楽しみにしていてください。はい、ということで今日の動画以上です。次も楽しみな方、チャンネル登録と高評価、そして動画の感想をコメントしてください。SNS は Twitter、Instagram やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまピクミンでした。バイバーイ。おつたま。